愛媛2区ですこれまで2つの選挙区に分かれていた今治、上島と西条、新居浜、四国中央の東予が1つになります 2>, 2区には届け出順にこちらの3人が立候補前回3年前の選挙で接戦を演じた自民と立憲の前職同士の対決に維新の新人が参戦ですまず日本維新の会で新人の梶野光介さんです 第一声でカジノさんは2分20秒の訴えのうち半分近くを政権選択に充て既存のしがらみや既得権にとらわれない政治の実現を訴えました。この失われた30年を振り返ってですね、この政府は相変わらず補助金や補助金やばらまきなどのですねこの対症療法 これではですねこの日本の成長はないというふうに私は考えております今のですね日本に必要なのは対症療法ではなくて突き抜けた改革これが必要だというふうに考えておりますそのですね改革をできるのはしがらみや利権のない我々日本維新の会そしてこの愛媛ではカジノコスケとできるというふうに考えております 続いて立憲民主党で前職の白石洋一さんです白石さんはおよそ15分間の第一声のうち消費税の減税など庶民の暮らしに関わる税負担について最も時間を割いたほか政治と金についても石破政権を厳しく追及しました自民党に献金をするで、その見返りとして優遇税制を取っている他にも まあ自社に有利な補助金制度を作らせるとこういうことの積み重ねがもう30年ずっと続いてるから社会保障が充実しないしいつまでたっても生活に見通しがつかないんです今回裏金の問題でこの部分があの仕組みが少し分かるようになってきました自民党のトップが変わっても政治は変わりません 政権交代が最大の政治改革ですそして自民党で前職の伊原拓実さんです伊原さんはまず自身の所属していた旧安倍派をめぐる政治資金収支報告書への不記載問題について謝罪信頼回復へ国県市の連携による地方創生や教育の充実を訴えました政治と金の問題から 国民にに政治の失墜をされるようななな、まあ、そんな事態に相りました私自身も会員の一人として責任を感じると同時にその末端の席にいたものとして今回のこの経験心から反省しお詫びすると同時にだからこそしっかり信頼を取り戻すのも我々の責任だとこういうふうに思い本日 この壇上に立たせていただいております。